石神公園駅前、ご通行中の皆様、大変お騒がせしております。こちらは日本第一党でございます。日本第一主義を訴えまして、今日もですね、こちらで、凱旋を行わさせていただいております。この様子はですね、動画生中継で今、全国に報道されております。今ですね、我々が訴えておりますのは、移民問題、あるいは韓国問題、こういった問題を皆さんに訴えております。移民問題について皆さんはどうお考えでしょうか。この石神もそうですが、後ろにね、ハローワークというのがあります。このハローワークに多くの求人者たちが来ている状況の中で、今日本はですね、人手不足だと言って、そして外国人を入れようとしております。この外国人たちは日本で5年間ですね、来年度の4月から5年間ですね、真面目に勤めれば家族を呼ぶ権利を与えられます。あるいは日本に永住もすることができます。これをやってどう考えればね、移民問題じゃないと言えるんでしょうか。明らかにこれは移民問題です。外国人を受け入れる、移民を受け入れる、こういうことをですね、自民党政府が我々にぶつけてるわけです。この時に怒りの声を上げなくてどうしますか。外国人が次から次へとやってくる。すでにもう日本にはですね、400万人近くの外国人が日本に入っております。さらにそこからですね、100万人以上の外国人を受け入れようとしているのが自民党です。しかしですね、自民党政府はもうすでに発表してるんです。移民1000万人受け入れ計画、これは10年前です。10年前に高中秀則というですね、元東京入管の局長がこれを訴えました。そこで自民党が10年前に移民1000万人受け入れ計画と発表したわけです。それに対して野党側は、自民党が1000万人なら、じゃあうちは3000万人だと、このようにやったわけですね。要は今ですね、国会で茶番劇をやっております。与党と野党で茶番劇やっております。結局のところどっちも外国人の受け入れに大賛成なんですよ。今日本において外国人をこれ以上受け入れるなと、外国人を受け入れることは、無条件で受け入れることは危険だと訴えているのは日本第一党だけなんです。これをですね、皆さんに訴えかけたいと思っております。移民問題のですね、危険性はただ単にね、外国人が嫌いだからとか、そういう問題じゃないんですね。例えばですけれども、最初言ってたの覚えてます？安倍晋三が皆さんに一番最初に言っていたのは、高度人材と言ってたでしょ。高度人材を我々は受け入れるんだと。それがあっという間に程度人材に変わっていったんです。ついにはですね、外国人に単純労働者まで解放する、単純労働者の外国人を受け入れると言い出しました。これの一体どこが高度人材ですか。単純労働者ですよ。そしてその一方、後ろのハローワークには大勢の日本人が職を求めて、今日もですね、言ってるわけですね。毎日毎日ハローワークにぜひうちにも職をくださいと言っている。そういった人たちがいる中で人手不足なわけがないんですよ。それでありながら今安倍晋三率いる自民党は、あなたたちの職を奪うために外国人を受け入れてます。これは結果的にです。結果的にあなたたち若者が、大勢の若い人たちが職を奪われることになるんです。これがすでにですね、ヨーロッパでも起きております。ヨーロッパのドイツでも、あるいは日本と同じようにスウェーデンでもノルウェーでも、あるいはハンガリー、ポーランド、フランス、イタリア、イギリス、どこでも同じなんです。こういったことがもうすでに前例としてできているにもかかわらず、未だに自民党政府、安倍晋三、そして公明党も、あるいは立憲民主党も国民民主党も共産党も、ドイツもこいつも、このバカタレどもがですね、外国人を受け入れましょう、日本人は来年からですね、来年からは大増税です。消費税 10%、 さらにですね、次の総理大臣になったら 15%、 20%、 25% と上げていきますよと言ってるわけです。それをあなたたちは許容しますか。自分たちが納めた税金が外国人に垂れ流される、
こんなことは許されていいわけがないんです。でも今現実にこの政策を自民党がやっています。どうです、皆さん、あなたたちこれでもね、自民党を支持する？冗談じゃないよ。我々は日本人なんだよ。日本のためにね、お金が使われる、税金が使われるんだったらわけがわかる。でもね、外国人に使うとは一体どういうことなんですかって話なんですね。すでにですね、菅官房長官というバカがですね、発言しております。これから日本に来る外国人労働者については、日本人と同じか、それ以上の待遇を企業に求めると。バカ言うなって話なんですよ。日本人以上の待遇で外国人を迎え入れる。じゃあ日本人は一体どうなるんだって話なんですよね。これでお分かりの通り、今の政府、政治家、既存政治家の中で誰一人もね、国民のことを考えないんです。あのハローワークにね、後ろにあるハローワークに通い詰めるね、その人たちのことを誰一人考えていないです。だからこそね、日本第一党を私は立てたんです。この日本第一党、日本第一主義、日本人こそがですね、日本においては一番だと訴える政党です。しかしこれは悲しいことですよね。当たり前のことは当たり前にね、今こうやって皆さんに喋ってるだけなんです。でもこれを喋るとですね、アホタレが中指突き立てて差別はやめろと騒ぐ。いつものことです。一体どこが差別です？外国人を受け入れるなということの一体どこが差別なのか、ぜひ聞いてみたいんです。今あなたたちの、ね、職が奪われようとしている。職だけじゃありません、治安もです。お子さんや、ね、お孫さんたちを、ね、抱えて今この目の前を通り過ぎる人たちがおります。でもね、あなたたちが平和に幸せにね、今この街をですね、この道を通ってるかもしれないけれども、あとたった1年2年後には外人だらけになる。5年後10年後にはね、本当にね、日本人を超えて外国人だらけになった日本において、日本のですね、平和を守れるか、守れるわけないでしょうに。歴史も違う、文化も違う、伝統も違う、そんな外国人を受け入れていいわけがないんです。実際にドイツではもうすでに治安が崩壊しております。メルケルのクソババアがですね、クソババアがですよ、ドイツに200万人もの難民を受け入れて、結果どうなりました？治安が崩壊したじゃないですか。そして73歳のばあちゃんがレイプされ、3歳4歳の子供がレイプされる。それをですね、訴えようとすれば、お前は外国人差別をするのかといって、このように批判の声が上がる。こんなね、こんな悲惨な社会をあなたたちは求めますか？やりたくなければ、そんな社会をね、求めるんでなければ、今声を上げなきゃいけないんです。今こそ声を上げなければ、自民党の売国暴走の結果として、自民党がですね、今日本に対して売国暴走をやっています。それに対して止めるのは本来野党の仕事なんです。ところが野党は自民党以上に売国をやってる。みんなで売国競争をやっているのが現在の国会なんですよ。茶番劇が何度も何度も続く。これであってはいけません。こうであってはいけないと私は日本第一党を打ち立てました。まだまだ小さいです。まだまだね、多くの人たちのですね、その支援の声も集まりません。ですが、日本のことを本気で考える人たちが少なくとも日本全国にはまだまだいるということを皆さんにはですね、お分かりいただきたいと思います。日本の伝統や文化や歴史と全く違う外国人、その外国人がこれからどん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 日本に入ってきます。実際にもうですね、外国人受け入れの法案が衆議院の法務委員会を通過しました。この後は衆議院の本会議でこの法案は通ります。通った後どうするんですかと尋ねてるんです。あなたたちは黙って来年4月からの外国人受け入れを認めますか？認めるわけないでしょうに。自分たちの職が奪われる、自分たちの子供が危険にさらされる。こんなね、バカな社会、愚かな社会を作ってはいけないんです。その警告を何度も何度もやってきたのが日本第一党、この日本第一党なんです。外国人がみんなね、悪いって言ってるわけじゃないんです。しかしね、この人はいい外国人、この人は悪い外国人なんてのを我々がどうやって決めることができるんです？
決めることなんかできないでしょうに。だからこそなんです、君たちのね、お孫さん、あるいは君たちのお子さん、この人たちが将来において大変な苦痛を味わうことになりかねない、そんな外国人受け入れに対し断固反対の声を上げなければならないと、日本第一党ここで訴えかけさせていただいております。この後はですね、この日本第一党練馬区の党員である大村小太郎から個々の政策について皆さんに訴えかけさせていただきます。ぜひですね、足を一歩止めてですね、話を聞いていただければと思います。またですね、現在チラシを配っております。そのチラシをですね、一読していただきたいと思います。ぜひですね、皆さんの日本に対するですね、愛国心を訴えかけたいと思っております。愛国心というとですね、どうしてもですね、こう昔の戦前のイメージがあるかもしれません。でもね、そうじゃないんですよ。今こそね、国のために立ち上がらなければ日本という国が本当になくなってしまいかねないんです。この状況を座して見ていることは我々には絶対にできません。それではですね、大村小太郎より皆様に、練馬区の皆様に訴えかけさせていただきたいと思います。練馬区の皆様、改めまして今ご紹介に預かりました大村小太郎と申します。北区日本第一党の練馬区の党員でございます。練馬区をメインにですね、日本第一党の主義主張を重ねて、そして今回ここ石神井公園駅頭から皆様にですね、私たちの政策をお伝えしていきたいというふうに思っているわけでございます。私ども日本第一党、一昨年前にできたばかりの政党でございます。まだまだですね、知名度も低く、皆様にはですね、知られていない、そういった方も多くいらっしゃると思います。しかしですね、我々日本第一党、マスコミやメディアからは、名前すら報道されない状況かもしれませんが、こうして街頭より現場から、皆様にその生の声をお伝えし、そしてそこからフィードバックをもらい、その声を代弁していこうというふうに思っているわけでございます。本日もですね、大泉学園駅、それから練馬駅、さらに光が丘駅、こういった形で各駅を回らせていただきました。そこで多くの、賛同の声をいただきました。中にはですね、車の中から手を振ってくださって、まあ、ちょうどあのスウェットの上の部分にですね、あの日本の日の丸の国旗が刺繍されていて、そこをこう指さして自分も同じだよというふうに、同じ志を持った、日本のために、そういった思いを持った人間だよということをですね、示していただいたり、またあとはですね、中学生の方なんかは拍手も、していただきました。我々日本第一党ですね、こうして現場から皆様に生の声でお伝えすることで、皆様からの声もですね、頂戴して、それを代弁して政治の場に届けていきたいというふうに思っているわけでございます。あくまでも主体は国民、あくまでも日本人なんです。日本のことを思うんであれば、主体を日本人、国民の方に向けるのが、筋でございます。どこぞの組織や、団体におもねるんではなく、ましてや利権やしがらみ、そういったものにですね、まみれるんではなく、皆様一人一人の声を、その声をですね、我々は代弁して、したいというふうに思っているわけでございます。そしてですね、私の、まあ、日本第一党に所属しておりますが、この日本第一党、さまざまなですね、政策など、掲げております。その中で移民政策、この移民政策には我々日本第一党断固反対を訴えております。既存政党、与党から野党まで含めて、今先ほど日本第一党党首桜井誠の話からもあった通り、移民政策に万々歳の状況で今政治が進められてしまっております。この状況においてですね、政府はどのように言っているか、いわゆるですね、人手不足だから、その部分が人手不足だから生産年齢人口が減少している、若い働き手が少なくなっている、少子高齢化だから、こんな風に言ってますね。しかしですね、こういった形で人手不足、人手不足と言いながら、そこに対して外国人を単純労働者として受け入れようというふうに言っているのが今の政府です。ただこれ世界を見てみれば、皆さんも、メディアでもしかしたら見たことがあるかも分かりませんが、ニュースなどでですね、欧州、ヨーロッパを中心とした、移民問題、移民がですね、怒涛の形で、大量の移民が入ってくることによって、今、党首のお話にもあったように、ドイツ、イ
ギリス、イタリア、フランス、ハンガリー、さまざまな国がですね、治安の悪化を余儀なくされ、国によっては社会保障が悪用、ただ乗りをされる、そういった事案がですね、ただ巻き起こしているわけでございます。じゃあこの人手不足という問題に対して解決策は外国人受け入れだと言っているんですが、解決策は外国人受け入れだけじゃないんです。そして解決策というのは様々ある中で優先順位というものがありますが、外国人受け入れというのは最後の最後の最後です。一番優先すべきはですね、この人手不足の状態に対して国内の人であったり企業もしくはインフラ、さまざまな国内の部分に対して投資をすることなんですね。それによって経済成長を経済成長を達成する、それがまず第一優先になってくるわけでございます。日本ではですね、今人手不足なんていうふうに言われております。私も働いている中でですね、人手が足りないなんていうのは多々耳にしているわけでございます。ただですね、この人手不足という状況に関しまして、本当に人手不足なのかというのは今話があった通りなんです。実際にですね、これじゃあ日本が高度経済成長期を成し遂げた時はどうだったでしょうか。今よりもですね、はるかに人手不足でございました。猫の手も借りたいぐらいといって、学生から何から、お金を払ってでも人手を借りたい、そういう状況であった。じゃあ今よりも激しい人手不足であったその戦後の高度経済成長期、我々はですね、移民を受け入れたでしょうか。答えはノーです。受け入れてないんですね。移民を受け入れずして、それこそ、今働かれて、毎日働かれて、こちらも通勤されているお父様、もしくはお母様の方、日本を支えてくださった、そのおかげで高度経済成長を成し遂げて、今私たちが、こうしてですね、豊かな、インフラを、感じ、そして豊かな生活を、営んでいるわけでございます。しかしですね、この高度経済成長を成し遂げたときに、我々は今よりも激しい人手不足であったにもかかわらず移民は受け入れてないんです。じゃあどうしたか。移民を受け入れないからですね、もうどうしようもないんです。だってどうしようもないから1人が2人分3人分、生産するために設備投資を行ったり人材投資を行ったり、その分あとはですね、賃金の上昇などに回してどん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 と生産性を向上させていった結果、世界各国はですね、経済成長軒並み大体 5% 程度と言われております。その倍の 10% を日本は、叩き出すことができたんです。移民を受け入れなかったからこそ国内だけで何とかしようということで、さまざまな技術革新、そういったものが行われて、企業努力も行われて、それによって日本がこれだけ豊かになった。今また人手不足の同じ状況であれば同じことをすればいいだけなんです。日本の国内に対して設備投資もそう、人材投資もそう、技術革新のための投資もそう、全て日本のためにお金を使うこと、日本人の国民のためにお金を使うこと、これをすればいいだけなんです。にもかかわらず単純な頭数を揃えるというですね、頭の使わない政策、これを進めているのが今の政府、そしてその解決策が外国人の単純労働者の受け入れになっているんです。こういうことをですね、今まで政治の場面では許してきてしまった、それは私たちに責任があります。自民党に一票を投じればなんとか日本を立て直してくれるんじゃないか、日本を取り戻すなんて言って、日本を取り戻してくれるんじゃないか、だから甘んじて一票を入れていた方、多くいらっしゃると思います。ただ今は違います。我々日本第一党がですね、出来上がりました。一昨年前に出来上がりました。これから各地、今ですね、私のように活動している人間が日本全国各地にいるんです。日本がですね、これから本当の保守の政党を立ち上げるために、我々日本第一党がその代わりとなるべく、今こうして街頭よりご挨拶をさせていただき、皆様にその主義主張をですね、お伝えさせていただいているわけでございます。またですね、今人手不足のお話をさせていただきましたが、人手不足の業種としましては、大体保安であったり、建築業界、そういったですね、ほぼほぼ現場です。現場仕事の方々です。しかし、その一方でいわゆる事務作業なんていうのは実は求人倍率が 0.5 だったりするんです。もう人手が足りている、つまりですね、これ、余っている
業種と足りていない業種というのがあるんです。こういった形で業種ごとのバランスも違う。そしてその現場のですね、足りないところに対して外国人を受け入れていく。その中にはですね、日本の食料安全保障にも関わるような農業だったりするものがあるんです。こういったところにもですね、外国人の方を斡旋していこうと言っているのが国家戦略特区というものなんです。国家戦略特区という聞こえはいいものです。漢字に直せばちょっとかっこいいかもしれません。しかしその実、規制緩和を行って、利権しがらみ、特にですね、そういった外国人を就労させるという意味で言えば、就労させるための派遣会社が儲かるような仕組みになっているんです。そしてその儲かるような派遣会社の役員が、政府の規制改革の諮問会議に名前を連ねている。こういうのを利権というんじゃないんでしょうか。こういうものを今まで許してきてしまった日本なんです。でも、ここからはですね、その皆様の点を今一度もう一度政治に戻していただきたい。少しでも、身の回りの社会のこと、ほんのちょっとでいいんです。世界の仕組みなんていうものをですね、興味を持っていただきたときに、今だと様々な情報があるんです。今までですね、戦後長らく、我々は、占領政策も含め、膨大な洗脳政策に、我々は縛られていました。それゆえにまともな判断ができなかったことは多々あると思います。しかしことここ戦後73年経った今、我々日本第一党も立ち上がり、他にも各有志の方々、もしくは保守思想を持った方々、正しい活動されて思いを持った方々、そういう方々がですね、日本全国にいらっしゃるわけでございます。そして、私はですね、こういった状況に対して、声を上げるために日本第一党に入党し、今こうして、練馬区をメインに活動しているといった状況になります。今ですね、移民政策の、大義名分が人手不足ということで、そこから政府が、おかしな解決策を提案しているというようなお話をさせていただきました。これですね、別に移民政策の、解決策だけじゃないんです。皆さんに重要な関わりのある社会保障の部分もその一つです。社会保障といえばですね、今も大きな問題である一つ、生活保護がございます。この生活保護、国民、憲法上もですね、生活保護法も上も、国民の方が、対象であるというふうに、明記されているわけでございます。それは当たり前でございますね。皆様が働かれて納めた税金、そして皆様に万が一何かあった時に支えるべきセーフティーネットが生活保護でございますから、国民の方が対象であるべきであります。しかしですね、今現状じゃ外国人にはですね、どうなっているかというと、その生活保護支給されてしまっているんです。これ憲法上も生活保護法上も国民としか明記されていないにもかかわらず、それがですね、昭和29年の、当時厚生省の局長の一通達、これ一本によって、今も支えられているわけでございます。法的根拠は、にもかかわらずですね、この局長の通達にはですね、何と書いてあったか、当分の間生活保護を支給しますよと書いてある。これ戦後間もなくの混乱期であればまだ分かります。しかしですね、今もその昭和29年より60年以上経ちました。いい加減この制度、見直して いいんじゃないでしょうか。しかし行政、もしくは既存の政治家、政党の方、こういった方はですね、この社会保障、外国人問題が絡むと声を上げることができなかったわけでございます。ですから我々日本第一党、今立ち上がってこういった問題についても行政にしっかりと問いただして行こうというふうに思っているわけでございます。また社会保障という観点で言えば、生活保護だけではございません。国民健康保険の問題もございます。昨今では週刊誌などでも取り沙汰されている通り、皆様も一度は目にしたことがあるんじゃないでしょうか。国民健康保険をですね、外国人の方が利用して、そして非常に高額な100万200万といった治療を7割8割負担を日本の税金を使って返っていく、こういうことが行われているわけでございます。しかしですね、これ本来日本に医療を目的に来る方に関しては医療滞在ビザを取得しなくてはいけないんです。ただですね、現状医療滞在ビザを取得して日本に来れば、その医療費用は自己負担10割 100% その外国人の方が持たなくてはいけないんです。そういったですね、状況においてですね、留学ビザや経営管理ビザといった別のビザ、留学生として来ました、もしくはビジネスをやりに来ました、
こういった方々が実は本来の目的とは違う形で日本に入ってきている場合がある。例えば今回のケースで言うと、医療を受けに来るがために大義名分だけは留学生ですとか、ビジネスをしに来ました、仕事で来ました、こういった形で言うわけでございます。しかしその内容を見てみれば、医療を受けるために日本に来ている。そして3ヶ月程度、彼ら前年の収入は日本でないわけですから、最安値の4000円程度ですかね、それを3ヶ月だけ納めれば、すぐに国民健康保険加入できてしまう。中にはその4000円の3ヶ月分も納めない人もいます。そしてですね、100万200万といった治療を受けていくわけでございます。向こうの方だと、抗がん剤治療、それから C 型肝炎の治療というのは非常に人気で、患者さんも数千万人いるなんていうふうにも聞いております。こういった形で日本の高度な医療を、日本の税金を使って外国人が受けていくなんていうことが今さらに行われているんです。その結果どうですか皆さん。この東京において今年度 20% 以上も国民保険の保険料が上がったんですよ。そしてじゃあこの国民保険料が上がった分、7割8割の負担をその外国人の政府が支払ってくれるんですか。支払いませんね。じゃあ誰が払うんでしょうか。皆さん日本人なんです。皆さん国民の方々が一人一人納めた税金が今そのようにして外国人にも使われてしまっている。なんで3ヶ月だけ保険料最安値を払う外国人のためにですね、私たちはその国民健康保険の高度な医療を提供しなくてはいけないんでしょうか。またですね、女性の方、お子さんを出産された方いらっしゃるでしょう。出産一時金というものを受け取ったと思います。42万円ほど、その出産一時金に関してもですね、これ荒川区のケースなんですが、荒川区の 3% 程度は、中国人だというふうに言われております。この 3% の中国人の方がですね、出産一時金をもらう割合は全体の 25% だと言われております。 3% 程度しかいない人間の中国人のですね、受給率が 25% だというんです。明らかにおかしな数字です。じゃあどうなっているのか、からくりはですね、中国で出産した、それをですね、証明書などを持って行って、荒川区に提出して、そして、補助金をもらう、その出産一時金をもらう、こういうことをやっている。日本で出産していないにもかかわらず日本人がですね、税金を使って補助をしなくちゃいけない、こんなおかしなことがですね、行政でまかり通っているんです。さまざまなことがですね、今行政で、こういった外国人問題は放置されてきた戦後ながら、だから我々日本第一党がその部分を今一度見直しましょうと言ってるんです。いい加減ですね、60年以上も放置してきたこういった制度、もう一度再設計すればいいだけなんです。にもかかわらずですね、それらに対して変えること、検討の余地すら与えてくれない。反対派は差別だと、ヘイトスピーチだというだけです。日本人のことを第一に考えることのですね、どこがおかしいのか、我々日本第一党はですね、常に日本人のこと、国民の方を第一に考えて、訴えていきたいというふうに思っているわけでございます。また社会保障の部分でいうとですね、海外、まあ、先ほど中国の例を出しましたが、例えば中国で怪我をされて日本に戻ってきて、そしてその医療費を請求する、そんなことだってあるんです。こういう形でですね、社会保障という観点一つ見ても、今外国人の方にですね、税金がどんどん、垂れ流されてしまってきたり、悪用ただ乗りをされる、こういった事例が多々あるわけでございます。そういったものをですね、今一度見直すためにも、我々日本第一党、皆様のために、その国民の声をですね、代弁していきたいというふうに思っているわけでございます。ありがとうございます。またですね、社会保障の観点だけではないんです。こういった外国人問題に関しては今日本のですね、苦しんでいる方たくさんいらっしゃいますね。特に若い方々が貧困で、苦しんでいる、そういった事例が多々聞いております。いろんな部分であります。派遣者、派遣労働者、これ非常に給料が少ない。またですね、派遣労働法の改正によってですね、派遣労働者が切り捨てられたりしている状況もある。日本人への雇用改善の、対策、そういったものが今急務でございます。またですね、奨学金の問題もございます。若い方に関しては今大学というのは、授業料が高騰化してきているにもかかわらず、日本人の収入というのはですね、90年代ピークの頃よりも
120万円程度ですかね、百数十万円、少なくなっているなんていうふうに言われているんです。で、安倍政権になって、アベノミクスでしたか、これで給与が改善したなんて、まあ、給与のグラフがなっているんですけれども、実際じゃあどうかというと、ここには関しては下がった分から別に回復はしてないんですね。ちょっとだけ上がってるだけなんですね。こういう形で日本人の給与というのは全然元の水準には達していない。ちょっと下がったのはちょっと上がっただけなんです。これじゃあですね、若い方々の生活は楽にはならないんですね。そんな中ですね、家計が苦しい、そんな中において、奨学金非常に重くのしかかってくるんです。大学の授業料は高騰化していくばかりですから、それによってですね、奨学金を受ける方、国公立の大学の方であれば2人に1人なんていうふうに言われているわけでございます。その2人に1人、奨学金を借りて、ほとんどの方はですね、これ利子を伴ってさらに返済義務のある奨学金が、それがほとんどなんです。利子がない奨学金もありますが、返済義務はあるんですね。もしくは本年度からですね、給付型の奨学金というものがですね、給付されました。しかしですね、その数というのはまだまだごくわずかでございます。本当にですね、日本人の方支援するんであれば、こういった給付型の奨学金であったりというものをですね、どんどん拡充していかなくてはいけないんではないでしょうか。またですね、そういった形で、今ですね、過去5年でですね、これ、奨学金を苦にして、自己破産をするケースが1万件、を超えたなんていうふうなニュースもございました。こういった形でですね、こういった形で若い方々が奨学金に苦しみ、そして、新卒になって、その3万とか5万とかいった、その返済を返済しきれなくなっている現状がある。こういったことに対して日本政府は何をやっているのか、まだまだその支援策の予算というのは少ないばかりでございます。一方ですね、これ留学生に関しては国費外国人留学制度と言われる制度を使って日本人の受けることができなかった給付型の奨学金が10万20万と支給されるわけでございます。またさらにですね、彼らにおいてはその授業料すら免除されたりするわけでございます。こういった形で日本人の学生になかった待遇が約年間300億もの予算をつけて日本人の方の何倍も2倍も3倍もという予算をつけて支援していくわけでございます。こういった形をですね、今一度見直さなくてはいけない、そういったことをですね、我々日本第一党、チラシなどにまとめて、政策としてもですね、お伝えしているわけでございます。まだまだこの日本においては、タブー視されている問題、もしくは、隠されて、秘密裏に進められている、まあ、秘密にしているわけではないんですが、目立たないように、マスコミ、メディアも隠して、進められている問題というのが、まあ、今年に入ってもございましたね、種子法の廃止、こういった問題もありました。日本の種子なんていうのはですね、非常にですね、手を入れて、人手の作業で、そのいい種子を残していって、そしてですね、その土地土地で、使う、育つ種というものをですね、なんとか、これ、生産するために、その予算を日本政府がですね、つけていた、そして守っていたという、簡単に言ってしまえば、そういった、法律がございました。しかし、これがですね、目立たないところで、廃止されてしまいました。これによってですね、じゃあその予算のつかないものは結果的に都道府県のですね、自治体が負わなきゃいけない。ただ都道府県の自治体に関してはですね、どこも赤字続きであったりするわけです。となればですね、当然じゃあその趣旨に、原価にですね、そのコストが乗ってくると価格が高くなってしまうんです。価格が高くなってくればどうなるか、皆さんですね、安いものを使おうという選択肢もある。その時に入ってくるのが、モンサントなどのですね、アグロバイオ企業、海外のですね、遺伝子組み換え食品なんです。この遺伝子組み換え食品が、その健康に対する害などとはですね、言われているのは癌であったり、慢性疾患と言われるような、自閉症であったり、そういったものを誘発するというようなデータもあるんです。こういったものをですね、利益優先して、そしてそれにですね、圧力をかけられて、負けて、日本の政治が動いてしまうなんていうのが今
あり得ることなんです。だから我々日本第一党、その点について抗議の声を上げているわけでございます。またですね、今においては水道の民営化の問題、これ衆議院に可決してしまいましたね。参議院で審議中ですが、この民営化の問題、民営化は多々問題があるんですが、特にこの水道、日本の普及率でいえば 97.9%、 非常にですね、高い普及率、どこで行ってもですね、日本であれば蛇口をひねれば衛生的な水が飲めるわけでございます。しかし世界を見てみればこういったケースは稀であって、アジアであれば日本とアラブ程度、世界約200カ国を見れば15カ国程度しか安全な水を飲むことができないというふうに言われております。そんな命のインフラである水をですね、ウォーターバロンや水メジャーと言われるような、まあ、フランスであったりというような大きな会社に対してですね、売り渡そうとしている、それがですね、今、PFI というような、要はですね、民間の資金を、その公共の設備にどんどん流す。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。今こうしてですね、各駅で、各駅回れば、一声一声ですね、応援の声をかけていただけるんです。我々日本第一党にとってはですね、お金でもないんです、名誉でもないんです。一番嬉しいのはこの国民の声なんです。この国民の声を、日本人の方の、その声を代弁していく、それが我々日本第一党でございます。でですね、そんな日本に対して、切り売りしてきているのが今の政府であり、その一つが今の水道の民営化でございます。こうした形でですね、さらにですね、その民間の資金を入れるような方式に変えて、水道法まで今改正されています。水道法でですね、一部健全な、経営というふうに書かれていた条文も追加されます。経営をですね、経営視点を入れることによって、利益優先になるわけでございますから、過疎地や人手の少ない田舎、こういった部分へのインフラというのは切り捨てられる可能性があるんです。採算が合わないから、そういった形です。しかもですね、もしくはコストカットのために料金は値上がりする。これ名目としてスローガンとして掲げてたのはですね、水道料金は安くなりますよ、民間の力でクオリティは上がりますよ、こういった文言すべて逆だったんですね。にもかかわらず今日本ではですね、これ浜松もそうですし、松山愛媛でしたっけ、そういった部分もですね、こういった形でどんどんと侵食されているんです。今日本がですね、知らず知らずのうちに社会保障もそう、こういったインフラもそう、外資の参入だったり、外国からの圧力に負けに負けてきたのが今の政府なんです。それに断固戦いを挑むのは我々日本第一党なんです。日本第一主義、ジャパンファーストを掲げれるからこそ、日本人のために断固として戦っていく、そういった所存で挑んでいきたいというふうに思っているわけでございます。あとはですね、さまざまな問題、この日本にはございます。まあ、今ですね、外国の問題などもですね、含めて申し上げさせていただきました。ただですね、私はですね、そういった部分において一番重要視しているのは、最初冒頭にも申し上げました通り、日本において投資をどんどんしていかなくてはいけない。日本人に対しての投資をどんどんと増やしていき、日本人自体の底力を上げて経済成長を成し遂げ、そして、強い日本でもう一度、対峙しなくてはいけないんです。にもかかわらずですね、今の政府に関しては移民を受け入れる、それから民営化なり、こういった利権やしがらみ、あとはですね、経済政策で言えば、増税、この増税がですね、今非常に重い問題としてのしかかってきているんです。経済政策で言えばですね、経済政策に関して言えば政治層の右も左もないんです。国民が富むか貧しくなるかの二択なんです。にもかかわらずですね、安倍政権が目指している今の道は明らかに国民が貧しくなる道なんです。その一つがですね、増税になるんです。これですね、前回の増税、もともと97年当時のですね、頃で言えば約2、3兆円の負債だったにもかかわらず、これ増税をしたことによってプラス20兆円の負債が日本にできました。さらに、安倍政権、第2次、増税においてですね、この増税においては、一応輸出が増えていったから、その時のですね、ダメージは軽減できました。しかし今回の増税は違います。
2020年にオリンピックが終わって、オリンピックが終わった時のオリンピック不景気、これも重なるでしょう。さらに消費税 10% という10という数字が心理的抑止効果も招く、そんな風にもですね今言われているわけでございます。このですね増税というものが経済状況における損失、これを換算したらですねものすごい額なんです。何兆円と言われるような損失がこの消費税増税によって生まれてしまうんです。それを今の政府はやろうとしている。それに対して、抗議の声を上げなきゃいけないんです。日本人がですね今貧困化して貧しくなってきている。そして特に若者への支援、こういったものがですね少なくなってきている状況です。こういった問題、経済問題はですね多々、あるわけでございます。ましてはその消費税、その増税のですね裏で法人税が切り下げられるなんていう問題もございました。法人税が切り下げられることによってですね、その部分の空いた純利益が投資家に回る。そして金融の資本家、これ特にですね日本の投資家っていうよりも海外のグローバルな国際金融資本家、こういう方たちの圧力によって法人税の減税が行われ、その穴埋めとして増税が行われたりするわけでございます。ましてやこの増税ですね、皆さん名目としては税収を賄うために税収が少ないから増税をする、そういうふうに言っていたと思います。しかしですねこの増税、増税をすれば税収はかえって低くなる。当たり前です。消費税というのは消費を抑止するような効果があるんです。だから消費が抑制されれば売上が下がって所得が下がって経済成長ができない、景気が、不景気になる。それによってですね皆様の収入が下がっちゃうんです。だったらですね、これ増税しない方が経済のためにはいいんですが、財務省などのですね出世や利権、そういったものも勘案して、これですねこの増税というのが今行われようとしているわけでございます。ぜひこの消費税 10% 今ならまだ皆様の声で防ぐことができるんです。どうかですねもう一度皆様今の政治普及もですね見たくないのもよくわかります。既存政治家を見てみればですね綺麗なことばかり言って全然本質的なことを議論してくれない、そういうことばかりだから皆さん嫌気がさすのはよくわかるんです。でもですねそれによって皆さんが視線をそらしてしまってはこの日本もう本当に終わってしまうんです。だから今一度ですね今一度政治を見ていただきたい。そして、我々日本第一党を新しく立ち上がったのでぜひですね日本第一党という、選択肢も、考慮していただければ幸いでございます。私ども日本第一党、今までタブーされていた問題、こういったものに対しては断固抗議の声を上げていく所存でございます。利権もしがらみもない政党、日本第一党でございます。ぜひですね党名だけでもいいので覚えて帰っていただければと思います。またですねそういった形で私さまざまな問題提起をさせていただいている中で一番重要視しているのが何よりも教育でございます。日本人への教育、特に子どもや若い学生、それから新卒20代30代、そういった方々への教育、こういったものがですね長らくおざなりになってきた。教育によってですね、人間というのは形成されていくわけですから、まあ、教育といってもですね学校教育ばかりではないんです。家庭の教育が非常に重要、むしろ家庭の教育の方が重要だったりするわけでございます。なんせですね親がしっかりしていれば子供は油断で育つことはございません。多少ですね学校で、いろいろなことを言われたとしてもですね親がしっかりしていれば子供はしっかり育つんです。しかしですね今じゃあどうでしょうか、そのですね親がまともに教育を行える状況でしょうか。親が悪いと言ってるんじゃないんですよ。皆さんしっかりですね、時間を使って、自分が休む間もなく、子供に対してですね育児をしたり、家事をしたり、いろんなことをされていると思います。教育に対してもいろんな思いがあっていろんな活動をされていると思います。しかしですね今日本の現状では先ほども申し上げました通り、家計の収入はどんどん下がっていってるんです。私がなぜ経済政策をここまで熱く語っていて、教育が大事だと言っているにもかかわらず経済政策のこともお話しているかと言いますと、経済によって、家計が貧しくなれば当然今共働きをしなくてはいけなくなる。そうすればですね母親の社会に出なくてはいけなくなって
残された子どもは幼い頃から教育機関に預けられる。そしてその教育機関が今信用ならない学校教育で個人の特性を生かせないまま、決められたカリキュラムで同じ時間同じものを、強制される。本来その子その子においてですね、特性、それを皆さん違うんです。数学が得意、算数が得意な子もいれば、体育が得意な子もいる。その子その子のですね、いい部分を、養ってあげて、そしていわゆる、苦労と言われるような状態、集中できるような状態に、持っていく、こういったことがですね、本来の教育の中で必要なんです。にもかかわらず今の学校教育全然変わってませんね。2020年の、教育改革、大学の入試改革なんていうのもありますが、結局ですね、文科省をはじめ見て、具体的な政策というところには落とせていないんです。理論としてはですね、きれいなことを言うんです。ただですね、日本の教育という意味で言えば、そういった形でまだまだ、その個々人を生かせるような教育にはなっていない。まあ、その個々人を生かせるような教育にしなかったのが戦後の GHQ の洗脳政策であったりはするわけでございます。WGIB も含め、プレスコードを敷いたり、浸透指令によって日本の伝統文化を、誇りを持てなくしたり、さまざまなですね、そういった洗脳によって、ブレインウォッシュによって、日本は虐げられてきた過去があるわけでございますが、今こうして情報化社会になったときに、皆さん、一人一人がですね、その情報に触れれるようになってきたわけでございます。であれば、今立ち上がらなくていつ立ち上がるんですか。我々日本第一党はですね、こういった状況において最後のですね、砦となるです真の保守政党として、なんと戦いを挑んでいきたいというふうに思っております。ただいまこちらですね、白神公園へ来てより日本第一党の周知会見含め、私大村太郎のですね、思いの丈を今お話をさせていただきました。ただこういった形でですね、まあ、その家計の貧困化というのもはじめ、働き方改革なんて言ってですね、残業代が全然稼げなくなった、どん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 貧困化していく、そういう社会に対して声を上げなくてはいけないわけでございます。経済も社会保障もそして教育も、皆さん一人一人がですね、その視点をちょっと社会に向けていただけるだけでいいんです。少しだけプライベートな時間、5分10分でいいから、今の日本の問題どうなっているんだろうというのをですね、テレビとかあんまり新聞じゃですね、正しい報道されませんから、ぜひですね、インターネットであったりとか、もしくは、まあ、本でもいいです。そういったものにですね、触れていただければと思います。なかなか自分の生活も大変だとは思うんですが、ほんの少しずつですね、日本全国の皆さんがそういう意識に変わっていけば、意識が変われば行動が変わっていくんです。行動が変われば日本は変わります。だから一人一人の、その一人一人の力が今必要なんです。各駅でですね、私本日声をかけていただいたその思いは一生忘れません。その声をですね、胸に秘めて今こうして、日本第一党という党から誇りを持って戦いを挑んでいきたいというふうに思っております。私からはですね、こういった形で日本第一党の主席代表演説終わらせていただきたいと思います。本日土曜日、まあ、休日の方もいらっしゃると思います。そんな中お騒がせしてしまい申し訳ございません。ただどうしてもですね、お騒がせしたとしても皆さんにお話ししたい、伝えたい思いがあるんです。日本第一党、私練馬区の党員大村小太郎と申します。練馬区各駅を、回って活動しております。ありがとうございます。ありがとうございます。今のようにもですね、頑張ってというふうな声をいただけるだけで、私はもうですね、2時間でも3時間でも街頭演説できるわけです。こういった形で皆さんの思いをですね、代弁して私政治の場に届けていく所存でございます。日本第一党と申します。私練馬区の党員大村小太郎と申します。本日はどうもご清聴いただきまして誠にありがとうございました。